サードシングルに入ってる入るいつになってもという曲をございます。もうすぐ CD になりますよ。
自分です。自分でね、事務所入ってないんでチルコンバンド作るのに多分3週間ぐらいかかるんで、まあそのお迎えに合わせてね、夜中昨日作ってもう振り込みをして発注前にやったんで、もう10月3日来てくれた人全員にプレゼントということなんで感謝してますということで、たまにはプレゼントコーナーもねやるんでね、いきます、ありがとう。そのチケットはワンマンライブから、発売なんでね、ぜひ来てください。そしてワンマンライブでね、ナナはめちゃくちゃ早く言いたいけどずっと我慢してる重大発表もあります。今年4月までナナはもう今めっちゃいいね、路上ライブとか2日1回とかあったじゃないですか、もうそれが常に4月まで続くと思ってます。はい、それぐらい重大発表が重大なんですよ。なんでまあ頑張ります。拍手ありがとう。もうワンマンライブ楽しみですね。ナナだけですか、これチケットとか買ってないとめっちゃ気まずい空間だと思うんですけど行けない人とかは全然気まずい感じで聞いといてもらってほとんど行く気満々な方も多いと思うね、思うんですけど、あ、みんな、ずる休みして聞こよう、ファンも、カーリーさんとかもね、ずる休みしてくるずる休みしてくるそうなんでこれやりたい、みんな行っちゃう、行っちゃうか。じゃあソウルメイト聞いてください、盛り上がりますよ。はい、盛り上がりたい、いらっしゃい、盛り上がりたい、いらっしゃい、いらっしゃい。突然なり